さあ、今回2人目のゲストコメンテーターは本当に久々です。本当に久々にこのオフィシャルビデオに帰ってきました。 FMW のハヤブサ選手です。どうも本当ご無沙汰しています。よろしくお願いします。私も本当に久しぶりですね。はい、もう去年ずっといろんなことがありすぎたので、はい、公の場に顔出すことができなかったんですけど、今日はよろしくお願いします。本当よろしくお願いします。本人たまにですねボソボソ喋るんでですね聞き取りにくい部分があるかもしれないんで、よく耳を傾けてですね、はい、今日はそんなことないですか。なるだけ滑舌よ。じゃあよろしくお願いします。はい、それではですね、そのハヤブサ選手を迎えての最初の試合、ウイング金田対高橋みちのく戦から解説してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでですね、金村選手に関してはですね、前々回に見せるですね、ハヤブサ選手のことをですね、いろいろ言ってたわけですけど、はい、それはですね、後で回すとしまして、はい、ちょうどですね、ハヤブサ選手がですね、休み始めてからですね、FMW に参戦してきてですね、この FMW のリングをですね、活性化させた一人の男としてですね、高橋みちのくがいます。はい。はい、まずこの高橋みちのくのことからですね、語ってもらいたいと思うんですけども、はい、後でですね、はい、高瀬ですとのですね、一騎打ちの、シングルマッチですね、はい、シングルマッチの解説もしてもらうんですけども、まずハヤブサ選手から見た高橋みちのくという男はどうでしょうか。そうですね、とにかくね、見ててもすごい気持ちのいい試合をしてくれる選手ですよね。はい、まあ後の試合でもまたあれですけど、とにかく勢いがいいっていうのは、うん、すごい、その認めてる選手ですね。で、彼はですね、うちのジュニアの象徴とも言いますね、インディペンデントワールド世界ジュニアヘビーっていうですね、選手会長のですね、中川を破ってですね、ラストして現在のですね、FMW のリングにとどまらず、道のくとですね、パートナーとですね、防衛活動を行っているんですけれども、対戦を確認はしたことありますよね。去年、一昨年の、はい、横浜文化体育館の時に、はい、タッグマッチですよね。あ、なるほど。この時はどっちかというと、まだ、そういう破天荒さを身につけていなかったんじゃないですかね。そうですね、というか、やってたんだと思うんですけどね、はい、ただあの時の試合ではそこまでは出なかったっていうことですね。高橋選手も実際に今帰ってきた時に、まあね、ここリングで活躍したんですけども、はい、同じですね、空中戦の使い手をしてですね、はい、焦りっていうのは私ありましたね。焦りっていうのはまるっきりなかったというのは嘘になると思いますね、はい、やっぱり高橋選手っていうのはすごく、ね、オリジナリティのある技っていうのを使う選手ですから、はい、やっぱり負けたくないなっていうのはありますよね。同じ飛び技を使う選手としては。なるほど。ね、道の奥で学んでですね、うん、空中殺法に加えて、FMW ウィング Z の戦いの中で学んだ破天荒さ、そしてこの関節のようなですね、うん、バトラーズで学んだこういう関節技と、いろいろなスタイルをですね、うん、勉強してきてですね、うん、それをうまくですね、どこのリングに上がってもですね、その要素を出せるようにですね、戦いを出せているってことは、これはやっぱある部分で天才的なものが。そうですよね。だから本当に器用だし引き出しも多いしですね、はい、それをうまく自分の中で形にしてリングに表現できるっていう意味で、やっぱすごい、なんていうんですかね、才能のある選手っていうか素晴らしい選手だと思います。なるほど。南條選手とかですね、普段ですね、めったにその感情を表すこともないですね、中川選手会長でさえもですね、やっぱりその高選手と戦うとですね、感情をむき出しにしてしまうところがあるんですけども、もしその和製ダイナマイトキットとやっぱ言われる異名はありますけども、やってて燃えるものというか、はい、そうですね、やっぱりやってると本当にやってる時っていうのは根性症って思うタイプの選手ですよね。思ったことを多分ストレートに出す選手だと思うんですね。表情がすごいやっぱり出ますからね、はい、感情が顔に出ますから、はい、やっぱりこっちもつい乗せられて、はい、そういう気分になるんですね。それはマスク越しでも顔が分かるぐらいの、はい、ただ道の奥の選手もいろいろな空中戦の使い方選手がいると思うんですけど、また異質ですよね。もちろんサスケ選手とも
別のタイプですし、ゴルフの選手とも別のタイプですしね。そうですね。その部分でやっぱ高野道のこのスタイルっていうのはやっぱ築き上げてきてるわけですかね。そうですね。もうだから高野スタイルっていうのはもう、高野スタイルっていうのはなんかそういうカラー、高が出る試合っていうのはみんなそういうカラーになりますよね。高野選手が出てるそういうカラーになるんで、これそんだけの存在感を出せるっていうのはすごいと思いますよ。そうですね、ハヤブサ選手がですね、4位 で、 ですね、スーパー J カップの時も高野さんも出てたんですよね。そうですね、はい、あの時が初めて会ったんですかね。あ、やっぱり控室でずっとモニターの方を見てたんですけども、はい、すごいなと思って、はい、初めてあの中心プランチャーってやつですか、はい、あれ見た時はこの人はなんて見てすんだろうと思ってましたけどね、はい、体の方もですね、大きくなってきてますしね。そうですね、もう身長の部分ではやっぱりジュニアヘビーのあれかもしれないけども、はい、この体格にしては似合わない馬力ありますよね、はい、高選手は。実際初めて、戦ったのがこの横浜文化体育館なんですけども、はい、まあ、その後に、新入生前に何度か戦ってるんですけども、はい、実際戦ってみた時の感触っていうのは。そうですね、やっぱり、ね、手応えすごくあったしですね、はい、あ、それと同時に、なんとかこう完全な形で勝ってやりたい選手の一人だったんですよね。確かに見てて気持ちいい試合をしますからね、はい、もうなんか負けたくないタイプの選手ですよ、本当に。なるほど。で、片谷ですね、はい、まあ、ウィング、金村、全ですね、インディペンデントワールド、ヘビー級チャンピオン、この試合、この試合の時点ではですね、はい、はチャンピオンなわけですけども、うん、まあはっきり言って、まあ前回のですね、汐留伝説のビデオの時ですね、はい、まあ、解説をやってもらったんですけど、はい、かなり辛口なですね、コメントをですね、まあ、はやぶさ選手に対して、まあ、そうですね、あと、小林選手もそうですよね、はい、一応、ビデオの方は全部、ね、投稿してもらったので、まあ、あの頃はとても言い返せるような状態じゃなかったですからね、僕自身は、はい、でもやっぱりよくもまあここまで言うなっていうぐらいで言われましたからね、いつか言い返したいなと思ってますから、まあ、この際だから、まあ、この時点で本心を言えばどう思いましたかね。とりあえず本人のことに関してだったら脅せるけど、はい、正直にちょっと思ったし、はい、お前ら見てろよ、大谷さんに関しては脅せるあげですか。そうですね、とは言いませんけども、あのおっさんに関してはですね、まあ、半分笑って見ちゃうところがあるんですよ、コメントの方にしても、まあ、腹は立つんですけど、それと同じぐらい笑っちゃうんでですね、はやぶさちゃんって言われたときに、どうしようと思って、ビデオ見てましたけどね。ただですね、すごくシビアな話の中で、2人とも、今のはやぶさは認めんと、はい、断言している以上はですね、まあ、聞きたくない部分はあると思うんですけども、うん、そうですね、だからあの時点では認めてもらえる方がおかしいと思うんですよね、はい、現実は素直に認めた上での。そうですね、はい、だからまあ言われたことはしょうがないと、はい、でいずれ言い返す時が来るという気持ちでずっとあの時我慢してたし、はい、今だったらこの下地が少しずつできてきてるっていうのがあるんですね。プロレスに格は関係ないと思うんですけども、まあ、新生フィルムダブルが始まった時点ではですね、うん、もし、早野選手がですね、なんか多分メインイベントですね、その人で戦っていた、まあ、今のためにはなんですけどね、でも、その格下っていう意識は、ないしですね、はい、だからこそ、やるときは、絶対に負けないし、潰してやるっていうぐらいの気持ちでありますからね。はい、現実的にはですね、やっぱ彼らが上を張っているっていう事実もやっぱあるわけですからね。そうですね、もうそれがあって悔しい思いも随分してるしですね、はい、もうなんとかそれを今年リングの上で返してやりたいなと思ってます。なるほど。でも実際にその早田選手がいない間の、まあ、体にしてもそうなんですけども、まあ、金村なり、ビデオなり、まあ、今日は中村なりですね、活躍ってやっぱ正直な話見てみてどう思いましたかね。実際に動きと試合等を見ましたか、うん、焦りは焦りっていうか、まあ焦りもすごくありましたよね、はい、思った以上にみんながすごく成長してたから、はい、
はい、それで なおさらのこと中途半端な形では変わらない、はい、そういう気持ちにさせてくれるところですね。なるほど、金村選手がいっぱいの中ではないのか、どんなことがあってもエースが安いのじゃいけないんだというか、かなりですね、あの強烈な言葉に迷惑かけてきてるわけですけども、まあもうね、言い方がきつかったけど、言ってることは確かに一理ありますからね。それはもう自分が一番分かってることだから、あとやっぱ戦ってそう言ったことを訂正ないし、もう一度認めさせるしかないから、はい、まあね、それに対して言い訳するよりはこれから先に少しでも結果まで何らかの形で見せていくというか、見さなきゃいけないなというのが一番ですからね。ちょっと含めてですね、いろいろあったと思うんですけどね、はい、この中でやっぱし、まあね、ライバルというのはある意味では全選手がライバルというような、うん、だもうただもう具体的に誰がライバルじゃなくて、はい、その時に試合する相手が全てライバル、はい、そういう感じですよね。本当にブラジルからのカジカの本の2回のベルトで取って、まあ、この上にさらにいるわけですからね、はい、なんかそこに追いついて初めて、はい、その先が見えてくる、はい、そういう感じですからね。トリーファンクに川崎の屈辱も晴らされないと思うし、本当に去年そういう解散状況の彼が随分変わっているので、はい、苦しい一面がですね、はい、なんとかそれを形にしていこうと思って、はい、この中にあってこの2人もいると、